まず政府の最大の責務は国民の命と平和な暮らし、これを守ることが政府の責務であると思っています。今回の大綱の見直しというのは、現下の厳しい安全保障環境を踏まえて国民を守るために、真に必要な防衛力のあるべき姿、そして数十年先の未来の礎となる防衛力のあるべき姿、国民と国際社会に示すものとして非常に意義があるというふうに思っています。依然老调重弹，对中方正常的国防建设和军事活动说三道四，进行不实的指责，煽动所谓的中国威胁，其中呢不乏冷战的思维。日方的这种做法不利于中日关系的改善和发展，也不利于地区的和平稳定大局。中方对此表示强烈的不满和反对，已经向日方提出了严正的交涉。